千葉県知事の熊谷俊人です。県民の皆様、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にこれまでご協力をいただき、心から感謝を申し上げたいと思います。今、千葉県の感染状況が今のこの水準にで維持できているというのは、県民の皆様方がさまざまな私どもからの要請にお応えをいただいている、その結果だというふうに思っております。その上で、このゴールデンウィークに向けて我々千葉県として新たな要請をすることを大変心苦しく思っておりますが、感染の再拡大を防ぐために行動の再徹底について強くお願いをしたいというふうに思います。はじめに基本的な感染対策の徹底についてであります。日中も含め不要な外出の自粛をお願いをいたします。そして都県境を越える移動、これについて生活で必要な場合を除き控えていただきたいと思います。そして運動や散歩などですね、健康の維持のために必要な外出については当然必要なわけでありますけれども、混雑した場所であったり時間を避けていただきたいと思います。そして今回飲食、特にお酒の部分について、まん延防止等重点措置について自粛を飲食店にお願いをしているわけでありますけれども、これは飲食店での飲食においてマスクを外す場面が多くなりがちだというところからの要請でありますので、仮に飲食店で飲食をされなかったとしても、例えばご自宅であったり友人宅であったり、もしくは路上などでですね、飲食をされる、生活を普段共にしていない方々と飲食をされることによって、飲食店で行うのと同じようにリスクが発生をしてまいりますので、ぜひこの期間、いわゆる宅飲みですとかホームパーティーといったものは自粛をしていただいて、そして公園や路上での飲み会についてもですね、自粛をしていただきたいと思います。次に自宅で楽しむ工夫をしていただきたいと思います。帰省などについて、もしくは友人との集まりについても、オンラインなどさまざまな形を活用していただきたいというふうに思っております。また通販やデリバリーなどの活用もお願いをいたします。加えてお仕事のある方へのお願いです。テレワークを徹底ください。これは私どもは1都3県でですね、経営者の方や管理者の方々にも強くこれはお願いをしてまいります。また出勤する場合には時差出勤であったり自転車での通勤などですね、感染リスクを避ける、そうした行動についても改めてお願いいたします。最後に若い方へのお願いであります。4月からの新規感染者の推移を見ますと、20代から30代の若年層の割合が高くなってきております。今年1月の感染拡大当初は若年層が占める割合が高く、その後徐々に高齢層に広がってまいりました。こういう若い世代の方々の感染が拡大をしてきている今の状況というのは、改めてこの昨年冬の感染の拡大がもう一度起きる危険性がありますので、ぜひそういう状態にならないように、手洗いやマスクなど基本的な感染防止対策を意識をしていただきたいと思います。このゴールデンウィークに私もこういう強い要請をしているというのは、これから5月や6月を見据えた中で社会経済活動がある程度緩やかになる、このゴールデンウィークの時期こそが県民の皆様方のへの影響を最小限に抑えながら感染拡大を抑えていく非常に重要な時期と位置づけて、1都3県として取り組むことになったものであります。ぜひ皆様方にもその趣旨をご理解をいただいて、私だけは大丈夫だろうですとか、今だけはいいかな、そういう思いではなく、ぜひ県民お一人お一人がこの期間私どもの要請にお答えをいただいて、一致団結して感染の防止、そして中長期的に社会経済活動を維持していくために皆様方のご協力を改めてお願いを申し上げます。